おはようございます。速稼塾の久保です。今日はですね、情報価値というお話を例を交えてお話しようかと思います。現在ですね、ミスターマイアミさんという方がマイアミから高知の方にね、もしかしたら引っ越してくるんじゃないかなってことを際しまして、いろいろとお話をしてるんですけども、例えばですね、高知っていう地盤はどういうふうにできているのか、高知の名所とかね、それから名産ってのは何なのかなってこと、当然マイアミとは違うわけなんですよ。ここの格差を利用する高知ってものはどういう特徴があるのかを理解することによって、ビジネスの戦略っていうのは変わってくるわけですよね。当然ですけども、マイアミっていうところで戦略練る戦略と高知っていうところで立てる戦略っていうのは変わってきますので、高知っていう情報をしっかりと捕まえていくことがポイントですよね。例えばお酒はどんなものがあるのか、食事はどんなものがあるのか、川とかね、山とかっていうのはどういう名所があるのか、もしくは名所がないのか、有名人っていうのはどういう人がそこで輩出されているのか、こういったことを関連して、例えば動画のタグに使っていくとか、ネタに使っていくとかね、ストーリーを展開させていく、全国に発信させていくっていう地盤ができます。ですので、やっぱり、その土地その土地に応じた戦略っていうのはあるわけなんですよね。そういうことをこれからどんどん詰めていこうかと思います。それからですね、何かのビジネスに乗るとき、そのビジネスのやっぱりルールをね、よく知ってるってこともこれ大事ですよね。ネットワークビジネスなどの、ビジネスっていうのはもう細かくね、ルールが決まってるわけなんですよ。しかもルールっていうのは改変されてるんですよね。法律とか、それから社会情勢に合わせてどんどん変わっていきます。その変化に、逐一ついていく人っていうのは戦略がすぐに立てられますんで、勝つ可能性が高いわけなんですよね。でも半年前とか1年前の常識を今でも使ってる人ってのはもう完全に時代遅れでルール違反になってしまう可能性もありますし、どんどんね、戦略っていうのが遅れてくるわけなんですよ。結局信頼を失うってことにもなります。いつも情報が新しく更新されてる方、いつも発見と変更点っていうのを発信してくださる方には信頼が集まるわけなんですよね。でそういう意味でも、何かのビジネスに乗っかるときも、そのビジネスがどこまで詳しいかってことによって成功するかしないかっていうのがほとんど決まってくるんですよね。その他、さまざまなことによって情報っていうのの価値っていうのが軽んじられてますけども、情報の価値かなり高いわけなんですよ。おそらくですけども、皆さんがどっか美味しいラーメン屋に行こうかなと思った時に、知っているラーメン屋の中で選ぶしかないと思うんですよね。当然です。ですので、情報発信者がどれだけあなたの方にラーメン屋っていうのを知らせてるかっていうのがポイントになってくるわけですね。その上で、ラーメン屋がどこがどういう理由で人気なのか、美味しいのか美味しくないのか、行列はできてるのか、営業時間は何なのか、空いてる時間は何なのか、で場所と距離はどういうものなのか、で、ね、健康要素はどういうものがあるのかっていうことを知らせる人がいれば、ですよ、選択肢っていうのはもうますます明確になるわけですよね。その時に情報発信者の価値っていうのはどんどん高まっていくわけなんですよ。さあ、総じて言いますとですね、あなたがね、日々どんな情報を発信しているかってことに対して、あなたの情報価値、そして発信者としての価値が決まっていくってことなんですよね。今日も情報発信を、ね、しっかりしていきましょう。では失礼します。